どうも高井です。 99.9% の人は破壊される。マインドコントロールによる人を思考停止に追い込む方法。まず話しておきたいのが、日本人って集団生活を好むし、集団の輪から外れることを大いに嫌う生き物だということです。それが分かりやすいのは名前です。外国人の場合、ファーストネーム、ファミリーネームの順番ですよね。日本人の場合はファミリーネーム、ファーストネームの順番で、氏名が先に来ますよね。集団生活は好むってことはよくわかる、そんなところです。そして義務教育によってその価値観がさらに強まってしまう。小学校、中学校という義務教育の中で、変わり者、個性的な子というのはいじめの対象になりやすいです。いじめの対象になると当然先生に悩みの話しますよね。あの子にいじめられてるんだって言ったところで、日本の社会って多数決好みますよね。多数決になるといじめられる子って必ず負けるんです。君に問題があるんじゃないのか、君が直すべきだ、そう言われる。そんなこと言われても、いじめられる子の方は、いや、私の方が間違ってないですよ、あの子たちの方が間違ってるんですっていうことを論理的に主張するんだけど、それでも先生ではね、多数決の方を重視するから、多数の方が合っていて、あなたは間違ってるんだよっていうことを言われ続ける。心壊れちゃうよね。これで親がしっかりしてないと、その子は自殺しちゃうかもしれない。天才が殺される瞬間だよ。もしか天才になるはずだった子が死んでしまう瞬間。すごいもったいないことしてるんだよ。そして高校や大学ってその延長線上って私のイメージであるんですけど、そこから就職するとね、集団生活でその輪にいることが当たり前であり、そこが外れることが嫌いな人種の日本人たちが就職すると、最初は新人研修を行われる。新人研修ってすごい閉鎖的なところで密集して、教団には教祖のような人たちが立つわけですよね。で、教育を受けさせていただくみたいな立場になる。そうなったら、君たちは先輩の役に立つんだよとか、先輩を助けてあげてとか、君たちはこの会社の宝だとか言われてね、ベタも燃えされて、で、いざ現場に入る。教育担当の人たちの話を聞けば、おそらく今も行われてんのかな、もはや行われてない会社もあるかもしれないけど、人格否定や学歴否定、そして年齢否定みたいなことが行われる。君こんないい年してるのにこんなこともできないのとか、こんないい学歴を持ってるのに君は学校で何を学んできたんだいっていう。ここまでマイルドじゃないかもしれないね。もっとバッシングをしてるかもしれない。でもこんなこと1ヶ月どころか2、3ヶ月もしくは6ヶ月ないし、1年以上こんな教育受けてたら心ぶっ壊れてくし、うつ病みたいな精神疾患に発展していくんですよ。これから逃れるためには副業とかをして、その会社以外の所得を確保するしかない。ただ所得と確保するって言っても、アルバイトとかに走っちゃダメなんだよ。それ労働者の延長線上でしかないから。もうね、自分自身で事業資産を確保するしかない。だけどみんなから外れたことができないっていう心というのは、どうしてもね、それを洗脳のごとく結びつけたあんた自身の最低6年だと小学校だけだし、その9年間の蓄積を9年間の本とかの学習で学んで、知識をつけて自らそういう勉強をしていくしかない。それでしかマインドコントロールを解く方法はないんです。その第一歩として私が作ったコンテンツ、9割の人が磨き方を知らない、影響力を出すシンプルな話術の基礎、そちらはこの動画という時代にすごい役立つスキルですので、こういう順番で動画見てたらいいよっていうふうに説明してるので、そちらをご視聴ください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。